カラルアルト天文台もしくはカラーアルト天文台とは、スペインアルメリア県の天文台である。シエラで、ロスフィラブレス山脈に含まれる、カラルアルト山の標高2168メートルの地点に位置している。チェントロ・アストローナミコ・イスパノ・イエヌ・アンダルシアの名でも知られる。この天文台にある3.5メートル望遠鏡は、ヨーロッパ本土の光学望遠鏡として光景が最も大きい。 2003年にシュターケンブルク天文台でフェリックス・ホルムスが発見した小惑星からあるあるとはこの天文台にちなんで命名された。この観測書は1970年に提案され、スペインとドイツの共同開発で1975年7月に公式に開設された。当初設置されていたのは1.23メートル反射望遠鏡だった。翌1976年には、 0.8メートルシュミット式望遠鏡がドイツベルゲドルフのハンブルク天文台から移されてきた。2018年まではドイツハイデルベルクにあるマックス・プランク天文学研究所とスペイン国家研究評議会の歌舞伎館でグラナダにあるアンダルシア宇宙物理学研究所により共同運営されていた。当時はチェントロ・アストローナミコ・イスパノ・アレマンや ドイツのシュパニショスアストロナミスチャストセントラムとも呼ばれていた。2019年にドイツが運営から退いた。代わりにアンダルシア評議会が AII 地域と共同運営する体制になった。この天文台では主に4つの望遠鏡が使用されている。3.5メートル望遠鏡はヨーロッパ本土最大の光学望遠鏡で赤道儀式課題を用いている。この スペイン国立天文台が所有、運用する1.52メートル望遠鏡や、スペイン宇宙生物学センターが設置した小型のロボット望遠鏡がある。カラルアルト天文台の望遠鏡は、幅広い分野で用いられてきた。それらは、太陽系天体の研究、宇宙論などである。コリーファは、面分光器を用いて600個の銀河の分光マップを作成する天文プロジェクトである。 カラルアルトからの観測により、100個近い小惑星が見つかっている。発見者は、ルボシコホーテク、カート・バークル、ウルリヒ・ホップ、ヨハン・エム、バウアー、クリスティアン・サーニックス・キー、グラ、エム・サボーフェリックス・ホームス、ヘルマン・ボハン・ハートらである。これに加え、小惑星センターがカラルアルトを発見者と認定している小惑星として、次のものがある。 カラルアルト天文台は自転車ロードレースのフィニッシュ地点としてたびたび選ばれている。2017年のブエルタ・エスパーニャではステージ11のフィニッシュ地点となった。また2004年や2006年のブエルタでもフィニッシュ地点となった。ありがとうございます。